とスーパーアイドル V6 がテレビでは見せたことのない過激発言を連発。つぶりだけにどうも失礼しました。負けじと加藤ちゃんもギャグで応酬。プロレスラーをね、なんかあれは林あまりかみたいな。そうそう、林あまりか。あまりって名前もええ加減にせえみたいな。そして言葉の達人古舘さんが吠える、芸能人が本音で語るラジオが今とても面白い。さらに人気名物アナウンサーがあっと驚く過激なコスプレで登場。今日はですね、中央区日本橋人形町3丁目に来ております。この声の人気女子アナの素顔も公開。巷の話題から時代のトレンドまで過激に切り取る情報発信地ラジオ、そのホットなラジオに密着。知られざるラジオの裏側を全てお見せします。今日も張り切ってまいりましょう。加藤ちゃんのラジオでチャッチャッチャ。真夏の三大カーニバル、加藤ちゃんの体力増強電力スペシャル、スタミナ回復ウィーク。ここお台場にある日本放送の第二スタジオ、看板番組の一つ加藤ちゃんのラジオでチャッチャッチャの生放送に早速カメラはお邪魔した。独特の加藤ちゃん節でギャグを連発する加藤ちゃん。あのチャトロさんよ、んなことばかり言ってるとだな、おめえのおでこにペタッとスミレのマークつけてしまうぞ。あ、スミレのマークか、うん、分かったジョリア、うん、スミレだけにどうも失礼しました。あ、俺思いついたもう一つ。なんでチャタロさんのマーク、お似てるかもしれねえから気をつけてくださいつマークだな。俺じゃあ他人部下よ。あら、ちょっとこれ実はこの番組台本はあるものの話が脱線することが多い。加藤ちゃんが話すギャグもその場のノリで決まる。おはようございます。本番20分前にスタジオにやってくる加藤ちゃん、意外にもアシスタントとの打ち合わせもほとんどしないで本番に臨む。まだ目が覚めてないってなんですよ。僕はそうなんですね、うん、始まってからだんだん徐々にあの目が覚めていくんですよ。今あの起きてらっしゃると思うんですが、加藤さんまだ寝てます。実は、ええ、もう起きるまでずっと1時間ぐらい変わりますけどね。そうですね。でもテレビの本番よりはまあ楽ですよ。買ってね、もうだいたい3分前4分前ってテレビなんかもうドタバタしてたでしょ、生放送だとね。何が飛び出すかわからないのがラジオの面白さなんですね。そんなラジオのもう一つの面白さが、街に飛び出しどこからでも生の話題を提供する現場生中継。この野郎また飲んでんな。おい、どうですか。いや、非常にグッドですね。フルーティー、うん、コクがあってうまい、うん、やったぜ加藤ちゃんってか、うん、とっても美味しいです。いやー、朝からのビールはね、やっぱ美味しいですね。なんだ、今日も飲んでんのか。もう飲んでますよ。今日はですね、中央区日本橋人形町3丁目に来ております。この加藤ちゃんの名物コーナー、いきなり突入茶柱隊を担当するのが入社4年目の河野よしこアナウンサー。普段声しか聞けないリスナーにとって川野アナは一体どんな顔をしているのか興味津々。そこで取材班は川野アナの素顔やその仕事ぶりに密着取材した。おはようございます。よろしくお願いします。今日はどちら行く予定なんですか。今日は日本橋まで行きます。最初着替えて中継に持っていく荷物を準備して、あとそれから原稿を見て、まあでもそんな感じですかね。あと朝ごはん食べて。河野アナ意外にもラフな格好で中継現場へと向かう。なんでその格好なの。ちょっと寒いですけど。寒いよね。ちょっと寒いですよね。なんで寒いのにそんな格好してるのか。いろいろまあね、今日は張り切って、そんな足はダメ。足はダメ。生足。生足。はい、行きます。はい、行きます。本番開始と同時にこの日の中継場所、日本橋の酒屋さんへと向かう。中継スタッフは総勢3人と少ない。これで本当に放送できるのかちょっと不安になってくる。10分ほどで現場に到着すると早速出演者との打ち合わせ。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日日本語担当します。
あ、川野さんってこの人？はい、テリーとやってる。テリーさんもやってる。あ、本当だ。嬉しいよ。ありがとうございます。サインもらっといてもいいよ。本当に。外ではなんとドライバーさんが中継用のアンテナを立て本番の準備が完成。本番3分前、突然川野アナが何やら着替えを始めた。着替えって車の中だと着替えられないんで、打ち合わせの時にやっぱり着てると変じゃないですか。だから皆さん見てますね。よいしょ。お願いします。行きましょうか。はい。なんとコカトちゃんに変身。さらに本番直前になってカツラまでつけるコリオ。完成です。でも同じ方。じゃあマイク。はい。なんとか中継を盛り上げようとするこうした目に見えない努力があるのです。できるだけあのマイクに届かないといけないので近くにいただきたいんですけども。今日は小さいカトちゃん、コカトちゃんね、はい、川野よし子が現場に行っております。もしもし。そしていよいよ本番。乾杯。あー、いやー、どうですか。いや、非常にグッドです。フルーティー、うん、コクがあってうまい、うん、やったぜ、加藤ちゃんって感じ。とても美味しいです。いやー、朝からのビールはね、やっぱ美味しいですね。なんだよ、今日も飲んでんのか。もう飲んでますよ。まあ、皆さんお仕事に差し支えのないように飲んでいただきたいと思うんですけれどもね。今なんか一人ずつあのコメント言ってたけど、はい、そのお店の人たちみんな、え、そうですよ。ああ、なんて軽薄なんだろう。はい、おはようございます。今日はですね、中央区日本橋人形町3丁目にあります伊勢藤本店さんに来ております。ここはですね、今日から加藤ちゃんジーベルを置いてくださるということなんですけれども、ちょうど今いるんですけども、レースの目の前の真下のところに段ボールに積まれたジーベルがいっぱいありまして、その上にですね、ちゃんとこうやってね、並んでるんですね。ああ、いい音だね、カンカンカン。いいでしょ。なんか V と似てるわね。そうそうそう、やっぱり、ね、夏はこの色ですよ。だよな。そう、で、加藤ちゃんジーベルじゃなかったらこの音は出ませんからね。そうそう。もうこの音ですよ、ちゃんと皆さん聞いてくださいね。これがいい色だよ。そうそう、でしょ。そうそうだね。そう。はい。そう、大体何年くらいですか。私は10年です。あ、え、10年。ええ。ちょっと今ヒゲが凝っちゃったんですけどね、ちょっとまた貼らないといけないんですけど、今日は日本橋人形町にあります伊勢藤本店さんからお届けしました。せーの、乾杯。お近くの方いらっしゃってくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間でしたけど、あっという間ですよね、本当に。ヒゲがポロッとした。めっちゃ食いつくよ。もう慣れてるね。ありがとうございました。じゃあぜひ記念撮影に。お、写真写真。中継が終わると協力してくれた方々と記念撮影。その頃スタジオでは今や人気のラジオショッピングの真っ只中。さあ、厳選したとっときの商品をご紹介してます。加藤ちゃんの青空リビング、今日は何でしょうか。ご家庭でマイペースに気軽にできるトレーニング器具があったら、これは便利でございましょう。これはあれだろ、あの自転車だろ、要するに。言っちゃったね。うちの中でできるってそれしかないんだから。せっかく貯めてんのに。美味しいとこそっと持ってっちゃった。注目のフィットネスバイクでございます、はい、その中でも非常に性能の高い最高級の商品でございます。あのね、ええ、俺昔ね、やっぱりフィットネスバイクって買ったのよ、ええええ、ね、はい、でも全然形が違うね。もう今違うでしょ、うん、自転車って感じじゃないね、これ違うでしょ、うん、なんで私これをちょっと皆さんにご紹介したかったかと言いますと、はい、スポーツクラブ行きましてから体重を減らさなきゃいけないっていうんでも4キロ減ったわけですよ。見えないけれども、見えないけれども、はい、ありがとうございます。これ、今加藤さんもやってらっしゃいますよね、はい、うん、お、警戒ですね。かなり警戒にね、こうやってるけど、音静かだね。静かでしょ。うん、これはこんなに濃いでもさ、ものすごい疲れるよ。早すぎるんじゃないですか、その回転が。そんなに早くね、スラックス履いてやることはないと思いますよ。汗ばんだってしょうがないですよね、いくら仕事とはいうものを。やっちゃうんだよな、タレントっちら。本当ありがとうございます。情けないな。最新型フィットネスバイク、メーカー希望小売価格9万円のところ、5万4800円。
全然してるよ。メンバー来て。ラジオ聞いてる人な、やっぱりその音を聞いてすごいこうイメージを膨らませるじゃないですか。どうするこう伝える。だからわざとあの本当は行儀悪いんですけども音を立てて食うとかね。でそういうことしてますよね。高田さんの独特の語り口と多彩なゲストとの過激なトークが面白いラジオビバリーヒルズ。この日は古舘一郎さんがゲスト。俺のオリジナルの似顔絵だなと思われて、古舘さんあれ似てるよ俺に、よかったよ山井さんの絵だろって言われて、やっぱりバレる番組完全にベースってな。特に私の番組の場合はですね、割と芸人さんがみんなプロが聞いてましてですね、芸人さんとかスタッフとかですね、みんなファックスで 生々しい情報をですね、私は読めないような情報面白がってみんなよこすわけですね。それがまたですねラジオならではの楽しみだなと。リップも時には小さなスタジオを飛び出し一般公開される。この日新宿高島屋の特設ステージではつぶやき素人中山恵美里の夜の警備室の収録が行われていた。皆さんでも今日も元気ですか？元気ですかって拍手くんのもなんかやだ。言い残したことはないですか？9月12日につぶやき本が出るんですよ。9月9日から公開番組ということで、番組前には普段は行われないこんな珍しいシーンも見られた。拍手の3倍以上こういうやつですね。行きましょう。それじゃあ拍手。そして今や日本放送の午後の看板番組となったのってけテリー渚の青春花吹雪の公開生放送が始まった。そのパーソナリティを務めるのはご存知テリー伊藤さん。こんなことを、ね、やったらどうかということをちょっと提案してみたいんですけど、まずですねマリックのラジオでマジック。桂米助のオタクのガスメーター見せてください。おこれもいいや。どんな話題でも笑いに結びつけてしまうテリーさん。ところが時には天才テリーさんをも脅かす話題の名物アナウンサーが存在するという。その人物とはのってけテリーの人気コーナーただいま参上日本放送がやってきたを担当する柿原忠史アナウンサー25歳。柿原ちゃん。はいはいテリーさん、うん、私いつも外に飛び出してますけども、今日はですねこの10階の日本放送のブースの目の前にここにいます。ちょっと太ってること以外別段変わったところのない柿原アナだが、夜になると過激に大変身するという。一体どのような変身を遂げるのか。日本文化センターテレフォンショッピング、今日は遠赤無塩両面焼きワイドグリルが特別価格1万円でのご紹介です。遠赤外線って不思議ですよね。煙も匂いもほとんど出ないんですから。お魚を焼くと煙がすごいでしょ。これでしたらマンションでも安心ですよね。これは大きな魚が丸ごと焼けます。広くできてますから。うちの主人お魚が大好きなんですよ。これはタイマーがついているので私でも上手に焼けます。後片付けが楽なのはとってもいいですね。魚を焼くと家中匂いがついて嫌だったんです。これはいいですよ。以前は生焼けだったことがあるんですよ。これでしたら遠赤で中まで焼けるようになったんです。これ魚が早く焼けますよ。両面焼きで裏返す必要がありませんからね。昔よく七輪で魚を焼きましたですね。これはそれと同じぐらい美味しく焼けるんです。このワイドグリル1万円でしたの。本当にお買い得でした。煙も匂いも出さずに遠赤外線でお魚が美味しく焼ける遠赤無塩両面焼きワイドグリル、お値段は月々2200円の5回払いです。お買い上げの方には切ったものが歯につかない穴あき包丁と抗菌まな板をセットでプレゼント。大阪06-584-2222日本文化センター。ここちょっと太っていること以外ごく普通に見える柿原アナウンサーだが、夜になると過激に大変身。井出浩司とエレフクールケイト山口理子のゲリゲットショッキングセンター。なんと頭をモヒカン狩りにして登場。テレビならいざ知らず姿の見えないラジオでなぜここまでするのだろうか。これは入社当時の柿原アナの写真、そしてこれは現在の柿原アナ。れっきとした日本放送の社員なのだ。いかにも真面目そうなこの男を一体何がこうも変えさせてしまったのか。うちの当時プロデューサーだった土屋というですね、いつも変なこと言い出す男の人がいるんですが、上司なんですけども、その人があの僕のイメージはモヒカンだと、
その一声で。 LF クール K の名付け親で番組のパーソナリティを務める井出さんに竹鼻アナのモヒカン狩りについて聞いた。モヒカンにしてからキャラクターは変わりましたよね、うん、前は本当田舎の青年という感じだったんですけど、ね、うん、急に調子ぶっこき出して。そうそうそう、うん、モヒカンにしたことで若者たちのハートをがっちり掴んだ竹鼻アナ。今やゲルゲットショッキングセンターを日本放送の夜の看板番組に成長させた原動力になっているという。その人気の秘密や番組の舞台裏を早速取材。そして今夜は皆さんよくご存知のこの方に助っ人に来てもらっております。こんにちは、山口ゆり子でございます。おー、作ってる。よろしくお願いします。山口さん、映画見ましたよ。この日は若者たちに熱烈な人気を誇るアニメ、うん、エヴァンゲリオンの赤木律子の声を担当する声優の山口ゆり子さんが生出演。受付電話番号は発信音確認の後に東京03-5500-4444。その途端20台の電話が一斉に鳴り出し、スタジオはまさに戦場さながら。この熱気に乗せられ、柿花アナも快調なテンポで突っ走る。はい、クルケイです。エヴァンゲリオン人気キャラ電力、今日の最終結果発表しましょう。第10位、鈴原当時に憧れを抱く学級委員長、ほなきひかり、115ポイント。第9位、水曜日のゲスト、山寺宏一さんが演じます梶良次、122ポイント。テンポの良さとあふれる熱気、そして時代を切り取るホットな話題性、これこそまさにラジオの魅力なんですね。ダメだ、めちゃめちゃ緊張してる。普通にできなくなってるよ俺。なんかね、もうどうやって絡んでたっけと思うぐらいね、できないよ俺。できない、テレビカメラに弱いっていう。あんたも弱そうや。俺は大丈夫。もう本当すいません、もう勘弁してください。もう本当にもうなんか違うね。そんな LF クール系こと柿原アナウンサーの奮戦ぶりをもう一度。93年にリリースしたファーストアルバム、犬は吠えるがキャラバンは進むをリニューアルしてドッグスとして発売することも決定してます。一かみ第9位。一かみ言うな、もうアナザーシーズン5番目の季節も好評な2人、うん、アルバムには日だまりの歌英語バージョンも収められてますよ。第7位。二かみだな。第3位、ファーストチルドレンというふうに出してます。そして最後に出演者の皆さんにラジオの魅力について語ってもらった。ラジオ聞いてる子たちって、あの輪に入りたいみたいなところすごいあると思うんですよね、うん、だからなんか普通に放送してても、あの俺が来るけど悪口言ってたらリスナーも一緒に悪口言ってるような気持ちになれるっていう、うん、まあ社会的にいいか悪いかでいうとよく分かんないですけど、うん、あその辺がやっぱテレビにはないラジオの良さなんじゃないですかね、うん、やっぱり顔が映らないことが一番ですね。で声をいろいろ変えることによって、なんかいろんなことを想像するじゃないですか、リスナーの皆さん。ラジオとかでいろんな役を与えられるじゃないですか、セリフとかでも。それによっていろんな声を出したりとかキャラクター変えたりする遊びがすごい面白いですよね、うん、出演者が本音で語るラジオだからこそ楽器にあふれ面白い。日常の話題を取り上げ、時には過激に、時には人間味あふれるトークで語りかける。そんな熱いラジオは休むことなく今日も語り続ける。